皆さんこんにちはです。今回はですね、こちらのコオロギ、ヨーロッパ家コオロギをね、私最近100匹購入しました。はい、みんなね、潜りはまだしてなさそうですね。はい、まあ多分 M サイズとかかな、そんな感じです。というわけで、このコオロギたちをうちのペットに与えていきたいと思います。まずはね、こちらのイヤメガエルにあげていきたいと思います。食べますね。ちょっとね、皮膚がたるんでますね。水をあげてあげましょうかね。水あげた方がいいんでしょうね、おそらくね。なんか乾燥いいらしいですよね。はい、こちらも今起きたんでね、あげたいと思います。おお、はい、どうぞ。うん、食えねえ。はい、続いてはね、こちらのイモリたちにあげていきたいと思います。お、こっちから狙ってきましたね。じゃああげましょうか。はい、ちょっとね、赤原、ああやばい、奪い合ってる。おー、ちょっとね、赤原イモリがね、ちょっとね、やっぱすぐね肥満になっちゃうんでね、あんまりあげたくないところです。ここはちょっと赤虫で我慢して、ちょっとね、ここはかわいそうではありますが、はい、そんな感じで。もいもよく食べます。はい、続いてはね、こちらの、アフリカツメガエルのどれか1匹に抽選で与えたいと思います。うい、さあ、初めに上に来たもん勝ちだ。さあ、誰が初めに来る。お、来たぞ来たぞ。起きた。食べてますね、ここで。どこ行った。早い。おー、早い早い。また動いてますね。コオロギの生命力はすごい。はい、続いてはこちらのミヤコヒキガエルです。ちゃん、ちゃんかな、メスかもしれません。お、食わない。動かしてあげると食うかな。お、お、食ってない、食ってない。あー、逃した、逃してますね。おー、食いました。はい、続いては私の彼女さんですね。はい、どうぞ。ちょっと食える大きさじゃないかな、もしかして。いけるか。ちょっとピントが、あー、よし。ね、水槽ちょっと変えたんでね、まあ多分また変えるとは思いますがね。はい、ちょっとそこはまあ水槽買ったらさせてください。ああ、エフェまた新しい水槽買ったんだなって。まあゆくゆくはね、この子ね、広い生地で買いたいんでね、やっぱ彼女さんなんでね。はい、まあそんな感じで、うちの可愛い彼女でした。そしてこの動画の締めを務めるのはこの山赤ガエルくんです。さあ、早速ちょっと私のミスで外れてしまいました。
ちょっとね、どこ行ったんだ。あ、後ろだ。後ろ、後ろ。おー、来た。はい。来ましたね。というわけでね、まあ今回は、コオロギ食推薦動画ということでね、まあ私は別に食えてはいませんが、まあ、ああ、私もね、じゃあ、食ってみよう。いただきまーす。千葉県の伝統的工芸品はなんて書いてあるかわからない。厨房の棒に欧州の欧州って書いてるやつ。